俺のレッスンとか、タケのレッスンとか、カエちゃんのレッスンとか、誰々プロのレッスンとか関係なく、ストレスが出なくなる回を見たのに治らないとかね、もうそれに特化したことを教えてくれてるのに治らないってなったら、それ逆に良くないのが、止まらんと打てなくなってくるんだな。ここで行く。そう、それが一番危ない。あかん方の止まりやってみて、じゃあ素振りで。それ、あれはうまいね、あれ。飛ばすクラブを持ってるわけだから、合わせに行こうなんかしてたら絶対に打点は崩れるし、だからよくアマチュアの人に多いのが、7番以降は全部同じ距離になっちゃうよとか、キャディーさんに150ヤードでーすとか言われたら、あ、150ヤード飛ぶクラブで打つかとか、150ヤード乗ったことあるクラブを握っちゃうでしょ。はい。で、何話してもらったの？ユーティリティで引っ掛けてることが多いんですよ。その原因として、下半身が使えてないという時に腰を回せと、うん、それを言われて今、練習してます。なんかスイングアークどうこう言ってなかった？あ、それはあれです、それもそうですね、お前ちょっとほんまに大丈夫か？これほんまに俺か？7番くらいになってくると、上げた時に、アークサイドな、がこうちっちゃくなりやすい。こっち向いてくれたら分かりやすいかな、このアークのサイズがちっちゃくなる、こうなりやすいですね。そこか分かんないですけど、とりあえずちっちゃくなりやすいってことで、どこがちっちゃくなりやすいか理解してるか？ここからです。どこここからここ、とりあえず俺が主に多分ちょっとテクワクして、この上げた時のこのヘッドのこっちのこの円の円です、ね、この円のサイズじゃないです。そうです。こっからの深さではないよね。はい。で、今喋ってるの聞いてたら深さの話してる。この大きさです、大きさ、で、そうなるとダウンスイングの時にさらに小さくなっちゃうから鋭角に入っちゃうんですよ。そうやな、合ってるよ。なので、大きくっていうのを意識してます。やろうとしてることは分かる。その左に行く、それが下半身が止まっている、オーテルで下半身を使いましょう、オーテルで。テイクバックの時のアークサイズが小さい、そうすると鋭角に入ってしまうから上から入りすぎてしまう、オーテル。でそれを大きくしましょう、オーテル。なんであったの？これ例えばやけど、俺のレッスンとか、タケのレッスンとか、カエちゃんのレッスンとか、誰々プロのレッスンとか関係なく、ストレスが出なくなる回を見たのに治らないとかね、もうそれに特化したことを教えてくれてるのに治らないってなったら、やり方が間違ってることが本人がね、大きくしようと思っているねんけど、その大きくしようとしてるやり方が間違ってしまっていると、確かにフックしなくなったやん。これでフック出てるんやったらもう理論が間違ってる。ただ露骨に当たってないから、その当たってない理由をわからなかったけど、そのままアドレスをこっちに向かって、でゆっくりテイクバックしてみ、はい、ストップ。そのテイクバックするときに腰の高さまで上げて、もう一回ヘッドが腰の高さまで、はい、ストップ。それ腰の高さか、見え張りすぎちゃうか、腰そんなもんやろ、腰肩ぐらいになってた。そうで、アークサイズっていうのはここに来るまでにサイズって決まってしまうの、はい、ここの時点で小さかったら、もう何をどうやっても小さいわけ、分かってるの？分かってます。それすごい何回も言われる。あ、俺にそれ分かってる上で意識してるのは、てんちゃんは肩を超えてから大きくしてる。で、厳密に言うと膝の高さ、ヘッドが
そこまででもアークサイズっていうのは決まってしまうわけ。はい、ここまでが大きくなると分かんないけど、でかくしてみ。はい、ストップ。これ大きいもん。ちっちゃいです。なんでちっちゃい？でも自分の中で大きくしてるやん。なんでちっちゃい？自分が動いてないからや、うん。自分がこう動いてない状態で遠くに上げてるから、もう限界があるやん。腕伸びひん限りは。うん、もう一回アドレス取って。いう。これで大きく。はい。肩入れてあげたい、うん、ここまでに。この時点でも大きい。あとはもうここまで来たら大きくしてあげる必要がないねん。もう大きいねんから。こっから小さくなれへんから。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、そんな感じ。あの時に頭が逆にこう傾かないように意識して、毎回やります。やり方を、ぐーって、そうそう。いいよ、待って。ここまでで。頑張るのこんだけでいい。頑張るのそんだけでいい。あとは打ちやすいように打ってみる。形気にせんと。そう、これ一気にやるから難しいのよ。膝で止めてみ。はい、ストップ。そこから潰してみ。違う、そこからテイクバックして。嘘やん。嘘やん。冗談やんな。冗談やんな。冗談。ストップ。ゆっくり、ゆっくり上げて。はい、ストップ。ここから、はい、ここからテイクバックして。はい、OK、もう一回。はい、OK。ここから。はい、OK。で、ちゃんと当たらなくていいから、ボールとか構えて。もう膝の高さいかんぐらいでいい。結構、もう肩入れて終わり。はい、そこから。流れで打ってるときよりバシやろ、あたり。なんで薄いな。楽しなってんの、腹立つな。めっちゃいいかも。なんで薄いやろ。おあれとはまた別やね。ハーフウェイバックとは。おとアークサイズを決めるためのドリル。それ逆に良くないのが、止まらんと打てなくなってくるんだな。ここで行く。そう、それが一番危ない。まあ多分翔太郎とかはめっちゃ練習してるから気持ちわかるやろうけど、なんかドリルやりすぎるとそのドリルじゃないと打てなくハーフウェイバックとかやってると、うん、ハーフウェイバック の止める位置が心地よくなってくるんだよ。そうやな。試合中にやったろうかなってちょっとなんでだ。で練習場でそれやるとまっすぐしか行かないから、うん、あ、これコースでやったらまっすぐ行くんじゃないのと思うんですよね。それぐらいやっぱ心地よくなっちゃうね。いやいや、わかるよ。気持ちよかった。だから止めてやる素振りを一回やるの、打つ前にな。その時に、最初のすねの高さまでを、とにかく丁寧に、肩だけを入れる感じで。はい、ストップ。はい、そこから。今、大きくしたらいいのか、テイクバックを考えたらいいのか、何を考えながら打ったらいいのか、わけ分からへんかったやろ、うん、ちゃんと考えて打たなかった。もう一回戻ってみる。いいよ、膝の高さに上げて、はい、ここからこの高さに叩いて、はい、今ここ叩いた手前でした。もう一回考えて、すねまで上げて、はい、ここから、はい、地面叩けてる。もうこの時点で素振りで地面叩けてない時点で同じ自分なんかできひんわけ、うん、打たれへんねん、同じ時点。今ヘッド置いてる位置あるやん、はい、これ置いてる位置、この地面を叩けてる位置、はい、こうやって修正していって、うん、てんちゃんは動きのことを考えるとそればっかりになっちゃうし、自分がじゃあ実際球を打つってなった時には緊張したくないからあんまり考えないが癖になっちゃってるな。本番でもそうやけど、実際現場に行くと
言われたことをやらなあかんねんけど、言われたことをやってできへんかったらめちゃくちゃ自分のせいになってしまうから、自分が全然できてない、もしくは教えてくれた先生たちにすごい失礼になるから、実際やるときには特に何も考えないで帰っていっちゃおうっていう。なるほど。で、小学生の時にゴルフやってたわけやんか、感覚でゴルフする癖が出てしまってるから、ちょっと翔太郎以下打ってあげてくれる？ちょっと一回戻って、あの合わせてきた。今日してなかったですか？今日してなかった、今日はしてなかったけど、ないオレンジのウェアにナイキのパンツ、違うないねんけど、微妙に色合いが違うっていうところが余計にきつい。すごい奇跡起きたよこれ。ブランド違うしすごいですよね。これやばいやばい、俺こういういじりせんかったら絶対コメント欄でお二人はお付き合いされてるんですかとか絶対言われてる。それこそなんで今翔太郎読んだかっていうと、翔太郎がもともとそうやって小さいアークに小さいテイクバックで、正面から見た時のアークが小さい、上からバチン潰していくタイプやって、それでもええねんね、それでもええねんけど、あの胸筋があるなら、あんなオレンジの T シャツ、あ、それは着てるか、あんがあるならいいねんけど、多分てんちゃんのパワーではちょっと厳しいよね、でそこでちょっと一回テイクバックしてる、その向き膝の高さまでゆっくりやんで、はい、ストップ、もう一回戻して、今度は小さいアークサイズだよって、こんな感じやね、今度は大きくしてみて、本当だ、はい、全然違う、全然違う、そうなるともうグラブの長さが違うのと一緒やね、はい、UT っていうかフェアウェイウッドぐらいの長さになるから、それは距離も出しやすくなるわけよ、うん、和田選手に関してはバカみたいに飛べばいいってもんじゃないので、うん、飛ばせる形を作ってコントロールの方に回してるわけ、飛ばそう思ったら多分飛ばすのに特化してたらもっともっと飛ばすんだけど、うん、それをあえて飛ばすんじゃなくて方向性、距離感の方に回してるから、うん、今まで100で頑張ってたのが60とかの力で同じ距離が出せるようになるから、より狙いすました狙い方ができるようになるので、ただてんちゃんの場合は、まあ、女の子やんか、白から回るってなったらもうセカンドほぼこれやろ、ほぼウッド、うん、白から回ったらね、やっぱ距離が長いからさ、赤から回る分にはてんちゃんの方が多分セカンドなんかもうほとんどパターがアプローチしちゃうぐらいになると思う、飛ぶからな、だから膝の高さまででゆっくり上げてって言った時に一発でゆっくりにできるのがプロやね、はい、テイクバックゆっくり上げてねって言った時に、いやいやもっとゆっくり、いやいやもっとゆっくり、一回もなくない、そんなゆっくりせんでいいよってないですよね、一回もないやろ、だから意識する時はそれぐらい大げさにやった方がいいよ、うん、OK、それより抑えてみましょうか、ゆっくりって言われたら、はい、オッケー、完璧。はい、終わって。オッケー。ちょっと今気にしながら上げたよ。はい。それでいい。それでいい、それでいい。もうちょっと飛ばしに行って。うん、いいや。左に全然行かないね。それは最初の竹のレッスン。土台ができてるから。これだけちょっとなんとかせんとな、あの薄いあたりな、薄いで、うん、まあ正直薄いあたりで飛んでないんやったら直すべきやねんけど、例えばショートアイアンでトップして奥に転がった OB とかするんやったら直した方がいい、気にした方がいいけど、ユーティリティでトップしたって距離何も変われへんねんから、正直別にまあかまへんちゃかまへんねん、ラウンド中やったらな、無理して直す必要はないねん、いやでも打感が気持ち悪いんですよとか言う人もおんねんけど、打感とかどうでもいいねや、うん、別にプレーにはそんなに影響せえへん、結果には、ただ距離が落ちてしまうぐらいのトップは気をつけとかなあかんなっていうのが正直なところかな、うん、はい、もうトップしますよ、空どの高さ振ってますか、今ボールのある高さを意識して振ってますか、ただスイングという形を立てるだけじゃないですか、はい、そうです、ボールなら高さを意識して振ってみてください、ボールありますか、そこ
ティーアップしてる前提でもの言ってます。今のティーアップしてる。あ、今のティーアップしてる。あ、ごめん、地面にあるボールを打つ前提で過ごしてます。あ、地面。うん、デコピンしたのかな。まだティーアップしてた。まだティーアップしてた。まだティーアップしてた。もほんまに恥ずかしい顔してるやん。まっか。てんちゃん、て、はい、んちゃん、フルスイングせんでいいから、一回地面バーンって手で叩いて。そうやったらできるよ。それを大きくしていて。あ、もう一回。で、それで地面叩こうとすると、アークサイズがちっちゃくなる。まで元に戻っていくの。で、今、俺一緒におるからええやん、これ。はい、例えば一人で、じゃあパパと練習行ってます。ほんならトップが止まらへんから上から打ち込んで叩こうとする、うん、スイングまたちっちゃいなの。でまたその仕事まで出勤してきた時に練習してた時に、こないだ倒しちゃったのにまた元戻ってるやん。繰り返しになるわけ。ほんなら膝の高さまで左肩をグッと入れて大きいサイズを一回作ってから、そこから手打ちでから地面バッと立てて、違うわ、テイクバックしてんやん。なんで同じこともう一回やんの。嘘。そっから、あ、OK、もっとヘッドスピード上げて、これでなじませんヘッドスピードに。で、早く振れば振るほど体を使っていくから、体が先行するからクラブが遅れてくるから、どうしても地面叩きづらくなるでしょ。だからより一層地面を叩く意識を強くしていく。はい、今の最悪です。今止まるのが一瞬ガクンって逆運動を入れただけ、止まってんの。 OK、 だから反対側にヘッドがガクンって垂れてしまってるようじゃ、ヘッドは止まろうとしてるけど体は行こうとしてる。だから内部のエネルギーがどう向かってるかっていうのがはっきりせえへん状態になるから、なんで崩れてるかが分からへんから、どんどん打点が崩れてる。今みたいにはっきり止まった方がいい。止まるんだって、止まりすぎたって誰も目かからんか。翔太郎ちょっとあれ止まってみて、かかん方の止まるやってきて、じゃ素振りで、うん、それあれはうまいね。あれでも一瞬でも止まれて持ってね、はい、なあれあかん方じゃないね、あれはプロやからできるやつ。これアマチュアもできると思ったら大間違いやね。よう見ときや、クラブかしてん。今翔太郎の場合は一瞬やけどこう完璧に止まる瞬間を作って、アンジャの場合はこっちだ、ね、あ、これはこっちに進ませようとする力にこっちのエネルギーを足すことによって止まってるから、止まってるんじゃなくて逆にエンジンかけてるわけよ。逆回転させてるわけ。これはもう意味が違う。これは止まってない。これ今翔太郎がやった、はい、早い止まる。これは無理やから、間違いには無理、ほんまに難しいから、これが止まる。これぐらい大げさにバシッと止まった方がいい。 OK、 うまい。死ぬほどやってるからな。完璧や。あれはハーフウェイバックっていうね、動きを意識するためのドリルやけど、てんちゃんのはスイングアークを大きくするための動きやから、つま先のラインでというより膝の高さまでっていう感じ。ヘッドがね、これ今カメラの位置が、まあ、腰より上やから、はい、普通の一般的な人で水落ちぐらいの高さやから、膝の高さってもちょっとイメージ分かへんと思うけど、実際によいしょ、これが膝の高さ。てんちゃん行ってみ、うん、膝の高さ完璧や、完璧。 OK、 でもちょっとガタンって分かる、ちょっと逆回転のエネルギー入ってるやろ。普通に、うん、もちろん地面叩く、地面叩けてない、あとはもうそこの癖やな。今地面叩きに行った、叩きに行ってない、地面叩くって言ったのに喧嘩売ってる。運動に行ったんですね。嘘、ちょっともう一回、え、ちょ、そういうことじゃなくて、俺今はい地面叩くって言ったやんな。
言いました。言ったやんな。で、今地面叩きに言ってない。喧嘩売ってる。なんでなんで。いや、ここがすごい。この意識しかしてなかったです、今。ニコやから。ニコ、ニコ、ニコ。ニコ覚えたらこう。違う違う。同じ道でニコやれって言われたら、そら忘れるの分かるけど、はい、テイクバックと地面叩くはダンスが入ってからじゃない。はい。そうやんな。他、お願いします。違う違う。てんちゃんな。適当に返事してるやろ。あんた。ほんまは？はい、してないです。ほんまは？本当に。本当に。真剣に？真剣に。やばいやつやな。オッケー。うわ、最初からやれよ。あのさっきのカップ。いやいや。何？なんか俺てんちゃんに怒ってたと思うねんけど、確か。怒ってなかったかな。なんか俺てんちゃんに怒ってたと思うんだけど、うん、あのあれあれちょっと待って、生意気にもさっきのカットでとか言ったから。ああさっきのカットでとか、うちの編集チームで確実にあなたおまけで使われますよ。残念だからちょっと楽かな。ただのスケビボコ。柔らかいね、やっぱり。まあ、俺柔らかいから左行くやん。はい。けど走らせるタイミングで、ちょっと遅らせる。速いと戻ってきてしまうから、ちょっとタイミングを遅らせると左行くやん。こういう使い方も。シャウト硬いと戻るの遅なるやん。はい。同じ効果やね。その調整がすごい。いえいえ、簡単簡単、これは。ここで降ろそうとしてんのちょっと待ちよって。行くで、ちょ待って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 念願の、念願のやってございます。この度、両手にオレンジということで、はい、本当にあの皆様には感謝の気持ちでいっぱいでございます。もういいこれ。かよちゃんおらんかったらさ、締めてくれる人おらんかあんたも横で、はいはいって言ってたけど、ウィーって言ってたし、締まらへんからこれ。ちゃんとしてくれる。じゃあエンディングやってくれる？よく見てるもんな。ちょっとやってみようか。ちょっとな、もうよく見てるもんな。チャンネル登録と、はい、グッドボタン、はい、よろしくお願いします。お待ちや。あと、LINE アット、インスタグラム、ツイッター、各種 SNS もやってますので、よろしくお願いします。いいでしょう。十分です。てんちゃんとえらい違い。素晴らしい。距離を伸ばすための裏技。そうそうそう。スクンってゆっくりやるけど、これが一番綺麗な。めっちゃ綺麗。つま先浮かんように前に乗せて、そのままで保つ。私やってないです。私やってないですから。私やってないですってやつは、やってるやつが言うやつやで。それそれなあ、2個あったやん電池。1個は充電し終わってる方の電池やってたやろ。だから2個刺さってて、うん、で私が見た時にあのまだ充電のあれバッテリーが刺さってない状態だったじゃないですか、うん、何が？GoPro に、ね、GoPro に、はいはい、で先生がここに座ってました、うん、でこのケースからこれどうやって中入れるんですかって言うから外すんやでって言って、はい、で外しました。俺外してないから。外すんやで。私は外したんです、うん、おでおでおで私が外して、うん、そしたら先生が、
こうやって勝手に取ってくれたんですよ。で私に渡してくれて私がこう入れたっていう。いやでもぶっちゃけどっちもどっちですか。いや俺じゃあこれな、俺なんでこれこんなに俺自信持って言ってるかっていうと、俺こっちやでって言ってから邪魔になると思って離れてんや、席から離れてんや。いやいや違う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 不毛な戦いだよね。いやこれははっきりさせなあかん。いやいやもうこれははっきりさせ、前に向かえ。先生がこれに関してもどっちを信条していいか分かんない。明日の釣りの釣った引数で決まる。あ、どっちが正しい。あったり、もうどっちが正しいか。1発目に釣った人が正しいじゃない。量じゃなくて1発目には、1匹目。え、翔太郎さん見てなかったっす。全然だって俺翔太郎と喋ってて、だから喋りながらやってたって出た、出た、あ、必殺無意識返し。え、だってあれよ、あれ、てんちゃんは朝それ着てたっけ。いや普通に私私服に着てて、私服で着てて、でやる練習するんでトレーニングウェア着替えたんです。え、着替えてから気づいた。朝を足してて、うわ今日一緒やわ。今日これ着てきてないんですよ。あ、着てきてないんか。今日買い物行く用事あって、ホテルに一旦戻って、これに着替えて行ったんですよ。で帰ってきて、でアプローチしてたら、てんちゃんなんかストレッチするから着替えてきたんですよ。バッて開けたら、この格好じゃないですか。あ、てんちゃん顔真っ赤っかだけど大丈夫。恥ずかしい。このあのカーテン開けて会った時のめっちゃ恥ずかしい。そんなにかぶらんよね。オレンジってここまで。そうですよね。オレンジでも、え、オレンジ好きなの。オレンジ好きなの。好きな方だから2人ともだからオレンジ好きやからかぶってんな。うわー、ごめんな、ダサー。だやろ、単品で見たらおしゃれやのに。なんだろう、やっぱダサいってね。いやまあでも、まあそのまあやっぱりこう、なんていう、てんちゃんのオレンジやっぱ濃いやん。まだ濃いね。やっぱ左見てんか、先輩やからもうちょっと薄なってるやん。薄なってるんですね。やっぱこう、ほんまのオレンジって見せてもらっていい？お願いします。てんちゃんのオレンジが少ないわけよ。あ、そういうことですか。見てみ、自分のクラブ、白いグリップになんかグレーのシャフトやろ。見てみ、向こうオレンジのグリップにオレンジのシャフトやで。LINE アット、インスタグラム、ツイッター、各種 SNS もやってますので、よろしくお願いします。待って、いいでしょう、十分です。てんちゃんとえらい違い、素晴らしい。てんちゃんとかだってもう間違ってミクシーとか言うもんな。言わない。ほんま、ミクシーとか、ミクシー、アメブロみたいな、モバゲーやってますんで。中学の時代、アメブロとかミクシーとか、はあ、それでオレンジじゃないと、ミクシーぐらいで。そうっすね。ダサい。なんか理由もダサい。ミクシー、オレンジ。理由がダサい。まだあんのかね、ミクシー。ミクシーなくなりました。だから最後、はい、ミクシーの人が今確かあるじゃないですか。モンストとか。あ、そうだ。じゃなかったし。いや、分からん。モンストかバズドラかどっちか確か。マジで。はい。ちょっとこれ。じゃあもうなくなってしまったミクシー。はい。哀悼の意をさせましょう。確かに。何ちゅう締め方やこれ。